橋本ホビーへようこそ。今回はこれ、 SD カードを買いました。今撮ってるカメラねが、まあマイクロとかじゃなくてね、普通の SD カードなので、 SD カードをね買いました。で、今回買ったのはね、高いものとかではなくて、まあ割と安いものですね。1000円以下で買いました。まあ電気屋さんとか行くと1000円とか1500円とかで売ってるんじゃないかなといった価格帯のね、ものになってます。今回買ったのはね、キオクシアということで、最近ね、キオクシア付いてないっていうことでね、キオクシアのね、USB メモリとかね、買ったんですけれども、キオクシアってね、まあまあもう2019年ぐらいから名前ブランド使われてるのかなっていう感じなので、だいぶね馴染んできたと思うんですけど、聞き馴染みのない方もねいらっしゃると思うんですが、キオクシアは昔の東芝メモリですね。で、実は自分はね、昔から東芝のねメモリっていうのを使っていました。というかね、古い時代はサンディスクを使っていました。サンディスクもね、東芝とね共同で工場を持っていましたんで、まあ似たようなね製品がね出ていたんですけれども、サンディスクのエクストリームだったりとか、もっと前の世代でいくとエクストリームプロだったりとかね、そういったものを使っていた頃もありました。エクストリームプロだったよね、上のグレード、確かそんな感じだったと思うんですけど、を使っていました。昔のねこういったエクストリームとかそういうのって、まあ8000円とかするんですよね。で、こっちが今回買ったのが800いくらとかだったかなと思うので、まあ10倍ぐらい値段が違うわけですよ。で、そんなんで大丈夫なのって思われる方もいらっしゃると思うんですが、全然大丈夫で、ちょっともうバーコードとかめんどくさいんでこれで隠すね。最大読み出し速度っていうのが 100MBps っていう風にね書かれているんですが、結構早いんですね。こっちのねエクストリームの方は 45MBps ということで、そんなに速くないんですね。で、こっちのね、緑色のやつが 40MBps ということで、まあこっちよりね、ちょっと遅いんですけど、これはね、もう倍ぐらい速くなっちゃってるよというところで、全然ね、問題ないかなと思います。で、実際にはね、読み込みの速度っていうのは、まあパソコンに転送するときの話なので、実際には書き込み速度が大事で、結局、書き込み速度が間に合わないと録画がね停止しちゃったり、正常にね記録できなかったりっていうことがあると思うので、まあ実際には書き込み速度っていうのがね大事になってくるんですけど、自分のね動画っていうのが基本的にフル HD の 30p かな、30コマで撮っています。なので、まあこの辺のね画質になると、もう今時なんだろう、高級なメモリが必要とかそういった問題ではないんですよね。なので、まあそこら辺はね全然問題ないかなと思っています。それから問題になるのが、まああんまり安いの買うとさ、データが飛んじゃったりとか、なんかわけのわからないパーツが使われちゃってたりとかするんじゃないのっていう風な疑問を持たれる方もいらっしゃると思うんですが、このキオクシアっていうね、旧東芝メモリって言った方がいいのかな、なんですけれども、もともと一番初めにナンドフラッシュっていうんですけど、こういった記憶媒体っていうのは、これもナンドフラッシュ、これもナンドフラッシュ、これもナンドフラッシュ、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  SSD もナンドフラッシュ、まあその辺のねナンドフラッシュっていう、まあ記録装置なんですけれども、もともとね東芝が一番初めに開発しまして、まあそれからねずっと続いてきてるメモリということで、結構ねなんていうのかな、信頼性の高いというかメーカーなんですよね。で、ナンドフラッシュのチップ自体ね製造してますので、よそからね持ってきてなんか適当につけてるとかっていう感じではないので、まあその辺もね安心できるかなと思います。で、もともとね東芝とサンディスクって言ったらかなり信頼性のね高いナンドフラッシュチップメーカーなので、まあその辺はね安心かなと思います。ただしこれはね、あくまでフル HDの画質でいくと、もうそんなにね性能を追求しなくても安いね SD カードでもいけますよっていう話で、これがねまた 4K だったりとか 8K だったりとか360度カメラとかそういったものになってくると、データ量が大きいのでね、もしかするとこういった安価なカードっていうのは記録がね途中で止まっちゃったりとかする可能性はねあるので、
まあいずれにしてもね、テスト撮影してから使うのがいいのかなと思ったりします。でもう一つね、最近ね自分が東芝付いてる理由っていうのがあるんですけど、このね東芝メモリを買った時はこれいつ頃だったっけな、確かねあれですわ、東芝が不祥事でやばい時かなんかに買ったんじゃなかったかな。別に製品自体には問題ないんですよ、製品自体には問題ないんですけど、経営的なね問題で傾いてるというかね、キャッシュが必要っていうかな、現金が必要な時に買ったやつじゃなかったかなと思うんですけど、なのでねすっごい安かったの。だから2つあるんだよね同じのが。これ買ってすぐ、これ1週間も経たないうちに買ったんじゃなかったかなっていう感じだったんですけど、すぐ買ったんだよね。で今回はねそういった事情がないわけですよ、キオクシアになってからはね。別にそういった事情はないんだけど、じゃあ別のメーカーじゃなくてなんでキオクシアを選んだの、サンディスクでもいいんじゃないのっていう話なんですけど、まあそもそもねキオクシアが安いラインを作ってるっていうところもあるんですけど、最近ほら円安じゃない、円安だよね、合ってる円安円高ね、あれ使い慣れない言葉なんでね、なんかどっちがどっちか分かんなくなっちゃいますけど、まあ要は海外製品全部高くなっちゃってるじゃないっていうのは、要は円の価値が下がっちゃってるからっていうことだよね。円の価値が下がっちゃってるっていうことは、なんだろう、逆にね日本人の目線からしたら同じ金額払っただけだったら向こうの人は少なくしか受け取れないから、多く払わなきゃいけない。まあ実際にはその多く払ってるわけではなくて、自分たちの持ってるお金の価値が下がっちゃってるっていうことなんだけどね。昔で言ったら、要は100円玉持ってたら1ドルの価値があったっていうか、80円で1ドルの価値があったんだけど、80何円ねあったんだけど、今は150円持ってないと1ドルの価値がないよっていうことなので、まあその分多くを支払いしなきゃいけないということなので、まあ海外製品をね買うと、まあ今は割と割高なのかなっていうところで、まあそういう時にはね国内メーカーの方が内需でね成立してますんで、国内の取引なので、まあ100円の価値は100円だよというところで、まあ割かしね国内メーカーっていうのが最近は割安感っていうのが出てきてるんじゃないかなと思います。で今回はね SD カードでは初めて SDXC かなのねカードを買いました。SD カードって2ギガ以下かなが、2ギガまでだったっけ、2ギガ以下だったっけぐらいまでが SD カードで、それ以上が SDHC カード、64ギガからはね SDXC カードということで、今回はね初めて SDXC カードになったので、まあその辺もねカメラ自体は対応してるはずなんですけど、まあ一応ね確認しなきゃいけないかなというふうに思ってます。っていうのが SDXC ってSD カードフォーマットするときのフォーマットが違うんですよ。で SDHC カードは FAT32 かななんだけど、これも確かマイクロソフトのフォーマットじゃないかなと思うんですが、もともと FAT32 って40ギガ以上でもフォーマットできたんだけど、 Windows XP の時だったっけかなんかに Windows が NTFS か NTFS っていうフォーマットに変えますよっていうところで、乗り換えを促進するために40ギガ以上でフォーマットできないようにしちゃったので、だから古いパソコンとかだったらフォーマットできるし、 Windows 以外の機器だったら関係ないの、40ギガ以上でもフォーマットできるんだけど、一応ねその慣習に従ってというか、 SD カードもね40ギガを超える64ギガからはね EXFAT だったかな、 EXFAT っていうねフォーマットでフォーマットするんですけど、これもねマイクロソフト独自の企画ということで、意外といろんなところでね互換性があっていろいろ使えるようにはなってるんですけども、国際標準とかではないので、まあその辺のね仕様でまあトラブルが出ないかっていうのとかはね、まあ今まで使ってなかったんでチェックする必要はあるかなと思うんですが、ほぼ大丈夫なんじゃないかな今時。出て最初の頃とかだったらねまだわかりますけど、カメラも出てすぐとかのじゃないし、ファームウェアも最新っていうか、まあもう止まっちゃってますけどね、ファームウェアも新しいの入れてあるし、まあ問題ないかなと思いますけど、まあ一応その辺もねチェックしてからね使おうかなというふうに思っています。でそうだな、
今回ね買ったのは、まあ、SD カードだからマイクロ SD じゃないから、まあ、これがスマホに入るとかっていう人はあんまりいないのかなと思うんですが、スマホにね使うマイクロ SD だったり任天堂スイッチに入るマイクロ SD だったりとか、そういうのをね買いたいよっていう人はあんまり安いのじゃなくてアプリケーションクラスだったかな、 A1 とか A2 という風にね書かれてたりするんですけど、そういったね表記があるものっていうのを買われるといいのかなと思います。カメラで使う時ってデータをねどんどん保存して、まあ見る時もあれなんですけど、まあどっちかというとランダムっていうよりはシーケンシャルでね使うっていう感じなんですけど、アプリケーションとかになると結構ランダムアクセスっていうのが増えてきちゃうので、まあそういったところでちょっと SSD に近い使い方になってくるので、アプリケーションクラスっていうのにね対応している SD カード、マイクロ SD カードっていうのを使われるといいのかなと思ったりします。スマホで写真だけ入れるっていう人は全然いいんですけどね。 Android って SD カードにアプリとか入れられるんですよ。なのでゲームとかをね容量でかいんで SD カードに逃がしちゃおうっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう時にはねアプリケーションクラスに対応した SD カードの方がいいかなというふうに思います。まあこういったねフル HD とかそれぐらいの撮影であれば全然安い SD カードでもね全然いいかなと思います。ってことで、まあこんなもんかな。ということでね、まあ今回は話がね、それちゃったりもしたんですけど、この辺でね、終わりにしようかなと思います。この動画参考になったっていう人いないかもしれないですけど、まあまあ、フル HD のね、撮影ぐらいだったら全然ね、安いメモリでね、最近は十分ですので、まあその辺は参考になった方もいらっしゃるかな、どうかなっていう感じですが、この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね、3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。Twitter、インスタもね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。